今回はクーッツなんでワクワクチャレンジイエーイやっていきたいと思います。パパ何それ。今回プレッシャーファミリーで小学生とみんなでプーのペットボトルを使ってランタンを作りたいと思います。ランタンでわかる、うん、ランタンってわかる、わかる、あのなんかテラスやつ、そう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 、キャンプの時にキャンプとかによく使うじゃん、こうやって中に火入れて、あーあれパパみたいな、そう、それを小学生の子供たちと一緒に今日はお手軽キャンプにチャレンジしたいと思います。イエーイ、いいねいいね。詳しくは概要欄に載せてますので、飲み終わったこのね、クーのペットボトルでランタン作っていきます。じゃあ最初に切っていきます。はーい、パパ見える老眼でそんなにね、あれするとあれ、これ入れるのが大変だよ。どこ行くか、どこ行くか、じゃあどこ、1、2、3、2でいいんじゃない、ここ1、2、意外に簡単に切れるよ。なんか、いいね。そしたら、このまずこういう端っこきれいに整えてください。ないよ、もうちゃんと線通りに切ってるから。じゃあ、挟みから切り詰めてとりあえず、このビニールテープで切り口のところを怪我しないように何やってんだ、こうやって特殊だな、これパパ、はい、そういうやり方なのかな。最初外側にピーンって一周して内側に折り込めばいいじゃん。そうか、そういうことね。楽そう。パパ、最初怖くないじゃん。パパ、怖くない、見して、おお、おお、綺麗ですね。そしたら次はみんなでこれで絵を描いていきます。何でもいいんだよ。早く作ってね。アミ、今日ここね、寝るところ。なんで？なんでも。そうだ、あとこれ、あれだ、穴開けて紐通さないとダメなんだ。そうすると、ダメが出る場所だよ、そこ。さっき嫌だって言ってたじゃん。パパ、どうやってやるんですか。え、まず穴開けない。ハハ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 
てして乾かないのにくっさマリンちゃんもさ違うよマリンちゃん風でこうやって塗ってバンって塗ったああそうなの悲しいみんな終わった終わった終わった上で上げておうアミポコの真似したでしょパパの素敵だからこれ乾かすのに時間がかかるんでちょっと乾かしたらみんなでバーベキューしましょうはーいやーライターやりたいこれくらいじゃんやばいやばいはいじゃあ今日はお手軽キャンプで作れるあのランタンを作ったんだけど楽しかった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 どうだったどこが楽しかったなんか塗るところとかーテープで作るやつ、うん、あーね楽しかったねまたねなんか機械があったら作ろうね子供たちがね大きくなるとだんだん機械もなくなるから、うん、こんな手軽にできるキャンプなら、ね、たまにやってみたいよね、うん思い出にもなるしね、みんなね、作ったらねいいね、なんかこうやって自分たちの好きな絵描いたりとかしてああ、パパさんね、かわいいママの上がふぅー消えてきましたありがとうございますそんな人いくよなかったかいいくよオリジナルグッズが当たるキャンペーンもやってるみたいなので、そちらも合わせて概要欄をチェックしてみてください。